回ってきました。まだ北勢が前段です。妖怪一夜4番手、そして1番橋爪も5番手のまんま、広川と6番の田淵、ラスト相変わらず須岡松江健一です。ゆっくりと1コーナーからセンター、まだ体勢の方崩れません。橋爪亮が5番手から上がってきました。振り返った2番の山田、どうしますか、飛びつくか。上がってきた1番の橋爪、ジャンが鳴り響いて、おっと2番手山田敦也が例によって狙ってきました。インコース8番の広川貞治、試練となったんですが、しのげるかどうか。1番の橋爪マイペース、2番手インコース8番の広川頑張っている、外2番の山田と並走状態、あと4番手あたり9番、その後ろ9番の関戸です。さあ2番手マーク戦ですが、広川貞治守り切りました。先頭1番の橋爪、2番手8番の広川貞治、3番手2番の山田敦也、後ろは4番手9番5番並走です。これで直線コースになりました。橋爪先頭だ。広川食い下がったんですが、広川どうか、橋爪か、橋爪か。1番8番あたり広川